ロボクシングの4団体世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥31イコール大橋イコールが25日東京中央区の産呂銀座ブティックで俳優の山崎賢人30といったイベント産呂井上尚弥山崎賢人スペシャルトークに登場。挑戦をテーマとしたトークや山崎へのミット打ちの指導を行った。共に産呂アンバサダーを務める2人はこの日が初対面。山崎は誕生日プレゼントとして井上からサプライズでサイングローブをもらい、絶対に使えないな、飾りたいと喜んだ。ミット打ちでは井上の指導で井上の持つミットに鋭いパンチを打ち込み、すごく楽しかったです。世界一の井上選手に基本を学べる貴重な挑戦の時間でしたと笑顔を見せた。